青葉区にあるかつては、仙台城大手門と城下町を結ぶ重要な位置を占め、現在は、市街地中心部から青葉山を経由して、八木山方面に通じるための橋として利用されている。現在の橋は、長さ約116メートル、幅約11メートル。仙台駅西口から青葉通りをまっすぐ進み、緩い下り坂を下り切ったところにある。 橋の左右には、広瀬川によって形成された、貸し段丘からなる景観が見られる。橋から西に向かっては、正面に、大手門住屋倉を、その左に、青葉山を見上げる。青葉山には、仙台城市があるが、木々に遮られて、見通しは良くない。右手には、かつての二の丸跡に立つ東北大学川内キャンパスの建物群が見える。大橋は、 17世紀の初めに、西の仙台城大手門と東の仙台城下を結ぶために架けられた。慶長6年12月に架けられた仙台橋の名前が、変わったものとする説が有力である。しかし仙台橋はもっと南に作られたとする説もあり、校舎に従えば二つの橋は別のものである。仙台橋は、現場三年四月十一日に流され、聖堂の義母氏が、 大正13年4月8日に、下流の7号村南、小泉の畑で掘り出された広瀬川は、洪水が多く、大橋は何度も流されてはかけ直された。それゆえ規模は、一定しないが、真山木には横5軒、縦50軒、昇法の絵図に、幅5軒半、長さ60軒。明和9年の、法内風土記では、長64馬、幅2畳5尺。 川床の岩に穴を掘って、橋脚を差し入れ、上部に桁を組んで、板で橋面を作り、甲欄をつけたもので、当時の板橋として標準的なものであった。今の大橋は大手門にまっすぐ向かう道路にかけられているが、江戸時代の道はそれより北にずれていた。西に向かう道は一旦石垣にぶつかってから、石垣に沿って、 南に曲がり、門の前でまた西に向き直って城内に入った。防衛上の配慮である。当時の大橋はこの道筋に従って、今より、わずかに北にかけられていた。現在も、岩を掘り込んだ昔の柱跡が穴になって残り、増水時でなければ、橋の上から見える。大橋の西、仙台城の外は、川内といい、伊達家の上級家臣の屋敷が並んでいた。 川内は丸の内とも呼ばれ、広瀬川を天然の堀に見立てた第一線の守りであった。一般の通行は禁止されており、大橋には番書が置かれ、通行者を取り締まった。番人は近くに屋敷を持つ水卓立て師、止め立師、片倉市が出した。江戸時代には、城のほとんどが樹木に隠れ、端からは大手門近辺にしか見えなかったという。 関英元年には、ポルトガル人のカルバリオ神父と8人の日本人キリシタンが捕らえられ、大橋の下で、冬の広瀬川に浸される攻めを受け、殉教した。昭和46年に建てられたキリシタン殉教の石踏みが、橋から東岸北側に降りたところにある。1889年9月にまたしても大橋が流されると、現在の位置に鉄の橋が架けられた。 1892年8月に竣工した。長さ113.6メートル、幅7.2メートルの三景館トラス橋で、設計は、早田規制による。工費は66,100円、または42,200円で、宮城県の県費と国庫補助によった。橋材の連鉄はベルギーから輸入した。これによって、頻繁な流出と掛け替えの歴史は終わったが、 巨大な鉄のトラスを橋上に巡らせた新しい橋の異様は、城跡や縄文とは調和しなかった。鉄の橋が老朽化すると、1938年にコンクリートの橋が架けられた。これが現在まである大橋である。鉄筋コンクリートのアーチ橋で、親柱、灯籠、高欄に和風の装飾を凝らす。長さ約116メートル。 幅約11メートル。ありがとうございます。